60歳から85歳までのファンが集結。ナンバーアンダーライン愛の音楽がもたらす若返りの力。ナンバーアンダーライン愛の感動ライブ、シニアファンと若者が一体となった魔法の瞬間。ナンバーアンダーライン愛の音楽の力を体感したあの特別な夜、有明の星空の下で行われた最終公演は、多くのファンにとって感動的な瞬間となりました。60歳から85歳までのファンが特に多く、 その理由は彼らがナンバー・アンダーライン愛の音楽によって若返り、魂が若々しくなり、人生をより有意義に感じるからです。この特別な夜、会場は涙と笑顔に包まれ、まるで魔法がかかったかのように輝いていました。ナンバー・アンダーライン愛のファンである i l y ズたちが一体となり、その熱気は有明の空まで届くかのようでした。公演は最初から最後まで、観客を引き込む素晴らしい演出で進みました。 特に、メンバーがファンとの距離を感じさせないパフォーマンスは、多くの人々の心に深く刻まれました。70代のシニア ILY ズたちも参加し、若いファンと一緒に楽しんでいました。彼らは年齢を超えた友情と情熱を共有し、ナンバーアンダーライン愛の愛情を再確認する機会となりました。ある70代のファンは、コンサートに行けるかな。交通機関もわかりやすいので、 ぜひ行きたいですと期待に胸を膨らませていました。初めてコンサートに参加する人も多く、その興奮と喜びはひとしおでした。公演中、ステージ上でのメンバーのやりとりは、まるで家族のように温かく、観客との絆を感じさせました。特に、翔くんが小さな子どもに話しかけるシーンは、多くの観客を感動させました。彼がステージから降りて、直接ファンと触れ合う姿は、 彼のの人間性と優ししさを示すものでしたメンバーが披露した新曲やパフォーマンスは、一つ一つが観客を魅了しました。特に、Beyond Your Side のパフォーマンスは、観客にとって特別な瞬間となりました。この曲は、災害に見舞われた人々や、さまざまな困難に直面している人々に向けた応援歌として知られています。n o ア i のメンバーが作詞に関わったこの曲は、 多くのファンに希望と勇気を与えましたライブの最後には、重大発表がありました。ナンバーアンダーライン愛のフルアルバムがリリースされ、そのリード曲は神宮寺くんがプロデュースしたものであることが明かされました。この発表に会場は大歓声に包まれ、ファンの期待感は最高潮に達しました。また、ライブ中に歌詞を間違えてしまった翔くんに対して、ガンくんが、伝わってますよ、とフォローするシーンもあり、 メンバー同士の信頼関係と絆を感じさせました。さらに、ダブルアンコールでは、b e o n Your Side が再び披露され、会場全体が一体となって歌う感動的なフィナーレとなりました。この曲は、多くのファンにとって特別な意味を持っており、災害に苦しむ人々へのチャリティーソングとしても知られています。No.1LineI の曲は、その力強いメッセージと美しいメロディーで、 多くの人々に勇気と希望を与えています。このライブに参加した多くのファンが、ナンバーアイの音楽とメンバーの魅力に心を打たれました。特に、シニア・アイ・エル・ワイズたちは、その年齢を超えた情熱と愛情で、若いファンたちと一緒に楽しむことができました。ある70代のファンは、人生最後まで応援していきたいと語り、その決意と情熱が感じられました。将軍の「死ぬなよ」という言葉は、 多くのファンにとって励ましとなり、これからもナンバーアイを応援し続ける決意を新たにさせました。また、ライブに参加できなかったファンたちも、インターネットを通じてライブの様子を共有し、その感動を共有しました。彼らはライブ映像を見ながら、自分たちもその場にいるかのような気持ちになり、ナンバーアイの音楽とメッセージを楽しんでいました。ナンバーアイの曲は、その美しいメロディーと力強い歌詞で、 多くくのの人々の心に深く刻ままれていますこのライブはナンバーアイの音楽が持つ力を再確認する機会となりました。彼らの音楽は人々をつなげ希望と勇気を与える力を持っています。これからもナンバーアイの音楽が多くの人々の心に響き続けることを願っています。そして彼らの音楽が困難に立ち向かう人々の背中を押し、 希望の光を灯し続けることを期待しています。ナンバーアイのライブは、ただの音楽イベントではありません。それは、ファンとアーティストが一体となり、共に感動を共有する特別な瞬間です。この感動が、多くの人々の心に深く刻まれ、これからも続いていくことを願っています。ナンバーアイの音楽が、これからも多くの人々に愛され続けることを信じています。そして、 次のライブで再びファンと一緒に素晴らしい瞬間を共有できることを楽しみにしています。ナンバーアイの音楽は私たちにとって特別なものであり、そのメッセージは心に深く響きます。これからも彼らの音楽を応援し続け、その素晴らしさを多くの人々に伝えていきたいと思います。ナンバーアイの音楽がこれからも多くの人々の心に希望と勇気を与え続けることを願っています。そして、 彼らの音楽が私たちの人生に彩りを与え、共に歩んでいけることを信じています。この有明公演は多くのファンにとって忘れられない瞬間となりました。ナンバーアイの音楽とパフォーマンスは多くの人々の心に深く刻まれ、その感動はこれからも続いていくことでしょう。ナンバーアイの音楽が多くの人々に愛され続け、彼らのメッセージが広がっていくことを願っています。そして、 次のライブで再びファンと一緒に感動を共有できることを楽しみにしています。ナンバーアイの有明公演は、多くのファンにとって生涯忘れられない特別な瞬間でした。彼らの音楽とパフォーマンスは、まるで魔法のように観客の心をつかみ、終わりのない感動を与えました。ライブの中で披露された曲一つ一つが、ファンにとっての宝物となり、その思い出が心に深く刻まれました。 特にシニア ILYs たちにとって、この公演は若い世代と一緒に楽しむ貴重な機会でした。彼らは年齢に関係なくナンバーアイの音楽を楽しみ、互いに励まし合う姿は感動的でした。翔ウ君が小さな子供と交流するシーンや、岸くんが優しくフォローするシーンは、メンバーの人間性を強く感じさせました。ナンバーアイのメンバーは、ただのパフォーマーではなく、ファンとの絆を大切にする存在です。 ライブ中の一瞬一瞬が、彼らの真摯な姿勢とファンへの感謝の気持ちを伝えていました。このような温かい交流が、ナンバーアイの音楽をさらに特別なものにしています。重大発表で明かされた新アルバムのリリースは、ファンにとって大きな喜びでした。特に神宮寺ジ君がプロデュースしたリード曲の発表に、会場は歓声と拍手に包まれました。新しい音楽がどのようなものであるのか、 ファンは期待に胸を膨らませています。ナンバーアイの音楽は、これまでにも多くの人々に感動と勇気を与えてきました。新しいアルバムがどのような新たな挑戦やメッセージを届けるのか、その発表に多くのファンが心を躍らせています。彼らの音楽の力は、私たちに多くの希望と喜びをもたらしてくれることでしょう。また、ダブルアンコールで再び披露された、b e o n Your Side は、 ラライイブのククマックスとしして完璧な選曲でしたこの曲は、災害に見舞われた人々や困難に直面している人々への応援歌として、多くのファンにとって特別な意味を持っています。ナンバーア i のメンバーが作詞に関わったこの曲は、まさに彼らの真心を表現したものであり、その力強いメッセージと美しいメロディーは、ファンの心に深く響きました。忘れられない感動を与え、ライブのフィナーレにふさわしい締めくくりとなりました。 ナンバーアイのライブは単なる音楽イベントではありません。それはファンとアーティストが一体となり共に感動を共有する特別な瞬間です。この体験が多くの人々の心に深く刻まれ彼らの人生を豊かにするのです。ライブに参加した多くのファンがその感動を共有し互いに励まし合う姿はまさにナンバーア i の音楽の持つ力を証明しています。 これからもナンバーアイの音楽が多くの人々に愛され続け、その素晴らしいメッセージが広がっていくことを願っています。また、ライブに参加できなかったファンたちも、インターネットを通じてその感動を共有し、一体感を感じることができました。彼らはライブ映像を見ながら、自分たちもその場にいるかのような気持ちになり、ナンバーアイの音楽とメッセージを楽しんでいました。ナンバーアイの曲は、 その美しいメロディーと力強い歌詞で、多くの人々の心に深く刻まれています。この有明公演は、多くのファンにとって忘れられない瞬間となりました。ナンバーア i の音楽とパフォーマンスは、多くの人々の心に深く刻まれ、その感動はこれからも続いていくことでしょう。ナンバーア i の音楽が、多くの人々に愛され続け、彼らのメッセージが広がっていくことを願っています。そして、 次のライブで再びファンと一緒に感動を共有できることを楽しみにしています。ナンバーアイの音楽は私たちにとって特別なものであり、そのメッセージは心に深く響きます。これからも彼らの音楽を応援し続け、その素晴らしさを多くの人々に伝えていきたいと思います。ナンバーアイの音楽がこれからも多くの人々の心に希望と勇気を与え続けることを願っています。そして彼らの音楽が 私たちの人生にに彩りを与え共に歩んでいけるこ,とを信じていますこの有明公演は多くのファンにとって忘れられない瞬間となりナンバーアイの音楽とパフォーマンスが心に深く刻まれその感動がこれからも続いていくことでしょう。